のの笑顔ややつやばいやつはいこれは、俺が昔、バイトしてた印刷屋、そこの営業がやたらニコニコしてるやつがいたのよ、若くて。営業だから、うん。まあ営業マンっぽくていいのよで。それ営業マンたる姿勢だよね、ニコニコってのは。ただ、そんな中でも、めっちゃニコニコしてるなと思ったわけよ、そいつを。笑ってるお面をかぶってるような。だから,だから俺は夜勤だからそんなに合わないけど、俺が出社する頃に残業してると、そいつがいて、笑顔で、あよろしくお願いしますみたいなこと言ってくみたいな。 やつがいたの、うん、数年後に、後々もう店長、社員で店長までなった人がいて、どうなんですか、最近って聞いたら、うん、いや、実はね、営業のいたでしょって、会社の金を横領して、まあ、一応警察に言わないけど、まあ、首と、あとはまあお金を返すってことになったんだよっていう話を聞いて、えー、同じくその印刷会社で、えーと、昼間に入ってた男性のバイト。 うん、まあ俺も年下だったんだけどそいつも割とニコニコしてたのね、うん、ニコニコしてあの人畜むがえそうな感じだったのに突然あの切れて鉄の定規を壁にぶん投げて穴開けるっていう場面見てるのよ、えー、で思い返すとなんか所定笑顔のやつはやべえやつって俺は思ってるの今思い返すとうん。<laughs> なんか友達とか仲良くなるやつってやっぱね最初暗かったり心を開いてないやつの方が俺は多分友達になるのよああでもラーメン屋の時俺もそうだったかもなっていうのでそうちょっとテーマだなと思ったの初手笑顔はやべえやつっていううんうんでもかといって全員が全員そうなわけじゃない今まで,で全員が全員じゃないんだよねでもまあ、うん、そいつらが異常にニコニコしてたっていう印象があるちゃん異常なのよそう うん、多めに笑顔出してるやつ危険信号だと思うんだよね。あ,<ー>ああいうガイガーカウンターみたいなのでさ、感謝し者ら面白くなここ異常に笑顔が通常、吸ってますみたいな、<laughs> ビービービーみたいな、レッドゾーンまで振り切れちゃった笑顔のレッドゾーン、笑顔のレッドゾーンっていう映画見たいわ、シャイニングのやつとかでしょ。そっち系,っち系ジャニコルソン <laughs> なんかもうゴリゴリのバトルでいいな、カーチェイスとかの。<laughs> ああ、レッドゾーン <laughs>。無理してんだよね。所定笑顔、レッドゾーンはやっぱ無理しちゃってるよ。お前、無理しちゃってるよってことだと思うの。だからもう、所定笑顔のレッドゾーンで来たおう、異常だから大丈夫かよってやっぱ言ってやるのが一番いいわけ、所定で。お前、金盗むだろって。<laughs> <laughs> そんなんじゃお前、この先横領するだろ、お前は、みたいな。お前みたいなやつは、って <laughs>。 肩をすってお前みたいなやつが突然切れて定規を壁にぶちまけるんだよお前みたいなやつがっていいから真顔で真顔でいいからって人の良さそうなやつってやっぱやべえんだそう人の良さそうなやつはやべえってことだと思うんだよね今までいたかない人の良さそうな今日妻と話しててなんか富の見せびらかし系れやっぱり嫌悪感すごいのよお前もそんなこと言ってたのよそうで妻がねじゃあ 自分の身の回りの人間が、例えば秀樹でも、うん、私でも、急にお金を稼いで、急にそういうことをしだしたら嫌いになるのかって言われたのよ。うん、例えば、なんか謎の聞いたことないハイブランドで、超見た目がボロボロとかだったら、俺、それいいと思うのって言ったの。うん、つまり、他人に対して、アルファベットで見せつけるっていうのが、俺は嫌いだと思ってるのよ。うん、のアイコンの分かりやすいそ。そう、そういうやつが嫌いだから、それはポルシェとかも、まあ、ポルシェもそうじゃないんだ、ポルシェっていう車がいいんだとか、いろいろあるけど、まあ、 ロレックスとかさ、まああるじゃない富をこう、アイコンとして見せつけるっていうのが俺すごく嫌いだって話して、じゃあ、私や秀樹が急にそうなったら、それは軽蔑するのかって言ったときに、まあいろいろ理由聞いて、まあするだろうねっていうことと、ただ、根本的にね、おそらく俺は DNA レベルでそれを判別するっていう話をしたのよ。どういうことつまり、そんなことをしそうな奴はしそうなのよと。ああ、なるほどね。急にお金が入ってきたからって、 やらないでしょって、なんか、<laughs> ルイ・ヴィトンとか。確かに、急にお金が入ってきてやりそうなやつって、もう今、想像つくもん、友達とか。<laughs> だから、俺の中で、初手、笑顔、レッドゾーンのやべえやつと、高いもので、自分をこんなに高いもの持ってますっていう自,自己紹介、うん。どっちも初手、自己紹介系だよね、だから、あのうん、うん。 だから所定笑顔でハイブランドがもうやばいんだよね、このコンボが俺の中では。<laughs> <laughs> 身にまとうもの全部わかりやすい金持ちのアイコンで、なおかつ笑顔だったら、うん、これ、俺じゃなくても、他の人もそいつやべえと思うだろうとは思うけどね,ね。でも、そういうやつ、それが多分インスタグラムの人たちじゃん。 初手で自己紹介。自分はこういう人間なんですっていう時に、どっちも浅はかなんだよね。笑顔を作っとけばいい人に思われるでしょってことと、ここにルイ・ヴィトンとかシュプリームとかロレックスって書いてあったら僕のことわかるでしょって、その浅はかに自分のことをすごいとかいい、よく見せようっていうのが、その軽薄さが俺の中ではないってなんだよね、もう。うん。そ<の>でまあみんな嫌じゃないかな。 うん、そうなんだよこの話俺がこんなにふうに言ったところでいやみんなそうだよって言う,言うとすればよ <laughs> 彼らはなんでそんなことするんだろうって逆に思わなね。だからやっぱり違うんでしょ賞賛に値するわけだよ。違うんだね。そうだねきっとわあ、すごい、あそこの家はああいう旦那ああいういい服着てていい車乗ってる、すごいとか。 いつもニコニコしてていい人とかさ、社会ってそうなんだろうなって。うんうん